はい、実況させていただいてます。シロックマンです。よろしくお願いします。今日は、ストリートファイター2010ですね。こちらやっていきたいと思います。これはね、一応でもカプコンの作品ですけど、対戦格闘のね、ストリートファイターとは全く関係ないね、作品になります。一応ね、タイトル的にはなんか未来のね、ストツシリーズみたいなね、タイトルですけどもね、未来ってこともないな、2010やからもう過去になるけどね。まあ、これはね、全く別のね、SF の世界観のね、アクションゲームになりますね。人間が新たなる開拓地を求め、多惑星に移住し始めた頃、人間と異星人が入り乱れた社会で起こる犯罪は凶悪化し、最悪の時代となっていた。それらの犯罪者の多くは自らをサイボーグ化し、驚異的なパワーを手に入れていた。クソ読めないんやな。まあみんなね、ちょっと、その後の部分はまあ勝手にね、ストーリー想像してもらって。はい。まあね、これ、まあ確かに1対1のね、戦いではありますけどね。まあこれはね、まあ、ターゲットの敵を倒して、脱出するっていうだけのゲームですね。これは雑魚ですね。ターゲットの敵がいるんですよね。まだ出てきてないんかな。あ、こいつがターゲットの敵ですね。この赤いやつね。これ結構難易度高いんですよね。ちょっと攻撃力弱いな、これじゃ。ちょっとパワーアップしようか。あの赤いやつをね、倒すんですよ。あかんな、なかなかやな。おっと。ああ、しまった、危ね。これ取る、こういうの取るとね、だいぶ違うんでね。おっと、あー、くそ、食らった。あんな、やばいな、あと一発で食らったら死ぬで。あ、しまった、あかん、死んだ。まあ、と要するにね、こいつ倒せばいいんですけどね、この一面は。これもね、ちょ、隠れた名作って言われてるんですよね。上とかも打てんですよ。こうやって打てる、こういういろんなとこ打てんですよね、一応。あ、これ取った。やば。おかしいなあ。あかん。あかん。あかん、くそ、食らうな。レッドアリマーみたいな感じやね。あー、しまった。いや、昔はね、簡単に倒せたんですけどね、コツがわからなくなってる。
あかん、クソ。これが邪魔やな、この敵が。落ち着いてあいつと戦えないやん。この雑魚が邪魔。あかん。いや、全然やな。あかん、クソ。あかん。あかん、あかん、危ねえ。あかん、やばい。あかん、やばい。あー、くそ。これね、難しいんですよね、ほんとに。もうこの雑魚でダメージ受けないことですね、とりあえずね。あかんな、受けるな、どうしても。あ、くそ。よし、今いい感じやな、結構。あ、倒した。で、これで出口に出るんですよ。どこだ、出口。あ、これか。これで一面クリアですね。結構手こずったな。今度こいつがターゲット。もういきなり1対1。さっきのあやつよりは弱いな、こいつの方がな。ただ、耐久力はありますね。うん。あー、くそ。弱くはないな。強いわな。うん。音楽はかっこいいですね。全部食らってるやん、ダメージ。うわ、強えな。強えわ、全然強えわ。あかん。うお、あんな伸びんのか、あれ。これ、ゴリ押しでも無理なんかな。昔ゴリ押しで倒した記憶あるんやけどな。うん、こんな感じでゴリ押しで倒した記憶あるんですよ。よし、倒した。やっぱゴリ押しでいけるやん。これはここだけか。これは確か、そうやね、アクション面やったな。横スクロールアクションステージ。お、出た、神曲。ダメージ受けたな、今。うわ、怖っ。you
だいぶ距離伸びましたね、これね。やばい、これ挟まれるんやったの、これ気をつけんと。あ、あかん、間に合わない。あ、よかったよかった。いけたいけた。あ、そうだ、膨らった。あれ、何？なんかにやられたんや。うわ、最初からか。あかん。結構難しい面だった気がするな、これ。早めに回らなあかんねんな、これ。早めに進んでね。おお、来た。ここなんか出てきたな、ここな。敵いなかったっけ。ああ、爆発するんか。なるほど。虫みたいなやつがいるな。もうだいぶ距離伸びた。もうだいぶ強いぞこれ。ほら、よいしょ。ほら、だいぶ距離長い。ヒットポイントやばいな。でももうボスですよ。あー、ちょっと待った。あー、もうなんで接触悪くなんねん。うわ、うわ、これはなんやガッツマンみたいやな、おい。うわ、最初からかいな。じゃあボスまでダメージ受けたらあかんってことや。ダメージでいかなかったのか、ボスまで。あかん、絶対食らうな、あんな。これ爆発するんじゃなかった？あー、危ね、危なかったね、今。万全やな。あかん、クソ。あかん、クソ。よし、倒せた。
聞けた。これ何やったっけ？こいつ倒すんか。あー、くそ。もうヒットポイントがなかったからな。よし、こっからいけるからね。コンティニューできますから。ここね。こいつ倒さないといけないですね。いきなりもうこいつと戦いなんだよね。おう、うわ、強い。うお、稲妻みたいになってくる。あかん、強いな。うわ、パターンが読めないな。パターン読めない。あかん。そう、やばい、あと一発や。あかん、強えな。これでやった方がいいのかな。よし、倒せた。うん、ゴリ押しやで、完全に、おい。よし、手ぐちゃった。ん？ケビン。誰だ？バランタイン型、ギャラクシーポリスの作ったサイボーグ、お前は本当にそう思っているのか？なんだと。あ、これ倒すだけだな、今度は。ああ、ここね。あったな、こんな目。これをね、このミサイルみたいなやつをできるだけたくさん倒して、で、こう、出口、出られるパワーを集めるということやね。やばい。難しい。出口どこや？あった。よし、いけたいけた。あ、これだけか。あ、これ上に進んでいく面じゃなかったかな。そうやね。うわ、あ、うわ、しまった。落ちてもうた。よいしょ。変な虫がいる。あいついるな。ちょっと待って。あ、こっち。おお、怖っ。ヒットポイントやばいな。あ、こっち行くんか。
食らうな、あれは。あれは食らう。やっぱり取ろう。やばいやばいやばい。よし。ああ、やっぱ危ねえ。ああ、しまった。これ最初からやな、多分。やっぱりね。あ、食らうな、絶対。うわ、ちょっと、うわ。うわ、二人できた。人気できた。あ、しまった。くそ。うわ。難しいな、結構。うわ、まだ出てきた。うわ、やばい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 。囲われてるやん、完全にこれ。あ、乗れんのか、これ。うわぁ。うわ、難しい。この虫。よし。あかん。うわ、くそ。うわ、難しいな、これ。そう、結局2回ダメージを食らってるしな。あかん。回復がこれ出ないな、このゲーム、あんまり。うわ、これ変なとこにいるな。うわ、やっぱり。これ難しいな。これボスまで行けてもね、倒せなかったら最初からになるからな、結局はな。だからめっちゃ難しい面ってことやろ、これ。こっちに行った方がいいな、これ。あー、くそ。うわ、あんなとこにおったんか、あいつ。あかん、クソ、絶対食らうな。あかん、これは。あかんな、これ。うわ、食らうよな。あかん、クソ。これ、ボスまで行けてもな、ヒットポイントが足りないな、全然。あかん、クソ。ボスまで行けたってもヒットポイントが足りなくなってやられるだけやんか。ほらほら、こうなるだけやん。まあ多分ここまでやな。クリア無理やな、ここは。これまでやな。
うわ、あかん、くそ、やっぱ回り込まれるな。あかん、絶対こうなるもんな。回復ぐらいどっかないんかい。絶対きついじゃない、回復ないとこれ。うわ、またいる。危ね。これはもうあれやな。こいつか。こいつが、あれか、ボスっていうか、ターゲットやね。おっと、ああくそ、いやまた最初からやで、ね、これ。やっぱりな、あんなさ、あそこまでノーダメージでいくの無理やって。これね、このコンティニューでもしやられたらやめますね。切りないですから、何回やったって。よいしょ。あー、くそ、あー、食らうなー。あー、くそ、あーかん。さっきよ、さっきよりもボロボロやんか、これ。あーかん。これはちょっと無理ですね。こっち側にいる方がいいかもしれない。あかん、くそ。あー、くそ。あーかん、全部食らっとるやん、結局。これ回復なんかな、このアジサイみたいな。回復とか出るんやったらな、壊すけどな。このゲーム回復はあんまりなかった気がするんやな。ないような気がするんですよ、回復、このゲームね。確か。なかったような記憶があるんですよ。あ、くそ、絶対クローがあんなの。一発食らったら死ぬやん、これ。死ぬ状態やんか。ああかん。ダメだ、こりゃ。はい、じゃあ終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。これ2010のハックロムちゃうの。ザ・ファイナルファイト。そうですね。2010のハックロムですよね。あんまり変わんない気がするな。ライフめっちゃ多くなってるけど。うん、うん、そんな変わんない気がするね、これ。これ昔実況ぐらいやってますけど、僕はライフは多くなってますね。ライフこれ通常2つしかないんですけど、5個になってるから。
そうそう、ライフ多いですね。待って、あ、死んだ。これ難しいですよね、このゲームね。はい、まあそんな変わってない気がするな。まあライフが多くなってたり、あのこのこれが何やったっけ、これが最初から使えるとかねっていう風になってるぐらいのですよね。まああの技が最初から増えてるというか、これ最初から確か使えなかったんですよ、あれね。で、ライフが多いという、それぐらいの違いだと思いますね、これ、おそらく。うん。これもね、できないですよね、さっき、この、さっきの、さっきの技ね。うん。それぐらいの感じだと思いますけどね。これね、ゲームセンター CX でね、有野課長もやってましたけど、すげえ難しいゲームですよ、これ。これね、いきなり最初からボス戦ってことですからね、一面から。あー、むずい。これ難しいですね、やっぱりね。はい、いや、僕前実況プレイやった時にもっと先まで進んだんですけどね、これ久しぶりですし、やるの5年ぶりぐらいじゃないですか、これ。まあ、通常はね、こういうブロックをね破壊して、あ、しまった、雑魚で食らってたらあかんよな。なかなかブロック破壊するのもこれむずいんですけどね。あいつと戦う前にね、こうブロック破壊して、こうパワーアップしながらね、やるっていうかね。むずいな。ああ、しまった。これ体力、通常なら2つしかないですからね。本当ならもっと難しいですから。5個でもこんな手こずってんですから。ああ、何してんね。ダメだ。一面もクリアできない、今は。昔はもっと先まで進んだんですけど。残機が多くなってますね、これね。はい。これ取るとちょっとパワーアップするんですよね。本当ならこれブロック全部取って取りたいところですけど、取るね、余裕ないんですよね。敵は、敵というか敵も多いし。むずいな。ダメだ。最後の残機ですね。これでちょっと距離伸びるんですよね。これだけでもだいぶ違うんですよね。距離伸びるとだいぶ戦いやすくなるんですよ。はい。あー、危ね。強い。
ああ、しまった。そう、微妙な位置に立ってくるから倒した。これで出口をね、入ってクリアですね。最後の残機で一面クリアできましたけど。うわ、いきなりやられた。はい、ちょっと終わります、この。